中国のワールドカップ出場確率を見た。中国ファンの反応がこちら。中国ポータルサイトジカマキハによると、サッカー中国代表チームのワールドカップ出場権獲得の確率 2.2% というタイトルで記事を特集。データサイト、ウィーグローバルフットボールがアジア予選の各チームの確率を更新しました。サッカー中国代表チームが直接ワールドカップ進出する確率は 2.2%、次のステージに進む確率は 37.9%、敗退する確率は 59.8% となっている。サッカー中国代表チームは現在勝ち点6で、オーストラリアやサウジアラビアと同点、4位に位置している。この記事を見た中国サッカーファンの反応がこちらになります。日本以外は全員ルーキー、誰が運がいいか次第で決まる。2.2% は、我々にとってはとても高い確率ですね。正直に言うと、アジアの三流チームが、ワールドカップ出場を夢見るなんて、どれほど恥知らずなのだろうか。何にせよ、ネガティブであればあるほどいいかもしれない。サッカー熱が熱すぎるインドネシアは、シーズン途中で最下位になってしまった。1% でも希望があるなら、死ぬ気で頑張りなさい。なぜだろうか？この確率を見ると安心する。計算しましたが、0.1% 足りない分は、どこへ行ったのでしょうか？グループ内1位の確率では？小数点以下は、すべて省略されており、合計すると 0.1% 減ります。1位の確率は、0.002%。この確率は非常に現実的です。サッカー代表チームがバーレーンとインドネシアに、勝利したのは幸運によるものであり、他のチームよりも強いからではありません。5試合の平均、ボール支配率は 15%、パス成功率は 20%、シュート数は 2.5 本、枠内シュート数は 1.3 本だった。皆さん、データは有害です。期待しないでください、100% アウトですから。私の予想を言っていいですか？最後はおそらく、5位にランクインします。各国との第1ラウンドを終えて、サッカー代表チームの最大の収穫は、日本を除いて全員が草チームであることだ。次のステージに行くことこそが、私たちのワールドカップだ。この調子で頑張れ。